はい、どうも、こんにちは。今回ね、また Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、あれかな?あの女の子。このビクトリアとなんか会って、で、和解じゃないけど、とりあえずなんかいい感じに終わって、その後また寮に入ったんだよな。寮に入ってな、一通りなんかしたまでだよな。で、続きからやっていこうかなと思うわ。とりあえず前回みたいなとこからまず見てくるわ。ケリーは見たっけ?両方見たわ。あなたがいてくれると頼もしいよ。片目を飲み込んじゃって病院に運ばれた日からの親友だもんね。表現がいいよな、マックスは。本当に横になる、横になれんの、マジか。くしゃみありがちだけど、ママとこれを作った日のことを思い出すとほっこりする。見た。ちょっと俺も疲れてるから横になるわ。ちょっと寝んなよお前、立ち上がろう。横になったと言わないぐらいの横になったと言わないレベルの。あとね、電源コードみたいだよな。電源コードオフにする。でも音楽流れてるよ。電源コードオフにしたのに。前回あの前なんていうのあれだったんだよ。セーブがまた微妙な感じでさ。やだ、なんかいるんだけど。誰あいつ。リアリティショーじゃあるまいし。うん。あ、めっちゃ声聞こえんじゃん。何、うん、ジュリエット誰。こんにちは。ジュリエット、今にも泣き崩れそう。こんにちは。ジュリエット、どうかしたの。どうもしなかったらデーナを部屋に閉じ込めたりしないし。うん。何があったの。何があったの。あの女、人の彼氏とエロチャットしたのよ。ちょっとひどいね。でえな、なんでわかったの。あなたに関係ないでしょ、うん、いちいち詮索しないでくれる。これまで話しかけたことないくせに。ごめんって。だから今話してるの。私の名字は。そんな無理やって。戻す前提だよ、こんなもん。知らねえよ、お前名前なんか。ジュリエット・メイソン・オルソン・パトソン・ワトソン。いやパトソンでしょ。ジュリエット・パ…ジュリエット・パトソン。ほら、やっぱりね。絶対違うじゃん。心配してるふりしてくれてどうもありがとう。ちなみにジュリエット・ワトソンだから。戻すわ。じゃあもう知らないよ、お前名前なんか。会ったことねえし。ジュリエット、どうもしなかったら。で、エルチャットね、エルチャット。ジュリエット・ワトソンでしょっておかしいでしょ。何があったの。友達でしょ。ジュリエット・ワトソンでしょっておかしいでしょ。何があったの。一旦ね、あの女、エルチャットね。ひどいね。あなたに関係。だから今話して。ここの順番も選べるんだね。てか、ワトソンじゃなかったっけ。ジュリエット・ワトソンでしょ。意外、私の名字知らないと思った。まあ、覚えてんのよ俺は。人と話すのは得意じゃないけど、困ってるならほっとけない。覚えるの得意だから。で、どうしてわかったの。ビクトリアによれば、レーナは男のためなら何でもするって。ちょっと、ビクトリアに聞いたの。そっか、ビクトリア。チャットログ見たって。ザックはさっきからで、ビクト、ここで見れんだ、ここで見れんだ。あ、ビクトリア来た。は出ないし。ビクトリアに言われるって。ここを開けてあげる。絶好だけど。え、ビクトリア。レーナは根っからのチアリーダーだね。ああ、そいつか、あいつか。あいつだったら違うかも。あっち行ってよ、関係ないでしょ。今なんかビクトリアの部屋にあるはずって言ってたよね。あ、標識何これ。冗談でしょ。あ、見たっけ。見たわ、うん、ビクトリアの部屋入ろうぜ。じゃあビクトリアの部屋。ブラックヘルへよ。どこビクトリア。ああ、221だ、221。ビクトリアチーズだった、チーズだった、あとチーズって221だわ。ちょっと空いてたもんね、ビクトリアの部屋。なんか前見た時。あ、ここ入っちゃった。広くない、ちょっと。は広くないっすか。え、俺のどこと違うんだけど。は土。厳しいね。私と違って作品をアピールしてるだけマシか。チェス様へ、クロフトギャラリーへ応募いただきありがとうございます。慎重に協議いたしましたが、残念ながらご応募いただいた作品は当ギャラリーのコンセプトに合わないという結論に達しました。
今後のご活躍をお祈り申し上げます。そうそう。アマンダ・クロフト、オレゴン州ユージーン、クロフトギャラリーオーナー。あれか、才能があんまりないのかな。家庭には恵まれてるけど、才能があんまないみたいな。自撮りしてるじゃん。写真でちょっとしたメッセージ。あーてか、いたずらするって俺、いや、いたずらするかしないか選べると思ったわ。こっちに。うん、だんだん見えてきた。何これ。意地悪だけど自業自得。何これ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 。これ戻そうぜ。意地悪したくないもん。絶対痛いなってこんなの。絶対バレるって監視カメラぐらいありそうじゃん。ビクトリアの親がチェイススペースのオーナー。うん。素直に感心した。大体わかんじゃねえよ。でもチェイスって名前だしさ。ヴィンテージの中盤カメラにいいプライムレンズ。許すまじ、ビクトリア。勝手に部屋入っていいの手が、今更だけど。大丈夫か靴。こんな靴じゃランウェイしか歩けないよ。あ、いい靴履いてんだ。ディオールにジバンシー。私の学費分は入ってそう。そんなに。ごめん、あんま分かんないんです。ディオールで聞いたことあるけど。プラズマテレビ。うん。また忍び込んでファイナルファンタジーでも見ようかな。ファイナルファンタジーでも見んの。何と言おうと素晴らしい SF 映画なんだから。ファイナルファンタジー見るもんなん。ファイナルファンタジーってあるのかな映画。もう俺らはやっぱどっちかっていうとさ、ゲームのイメージあんじゃん。この記事見てビクトリアはジュリエットにキレたんじゃないかな、うん、何これ。ブラックウェルトーテム、1898年から受け継がれるニュースの心、ボルテックスクラブはカルト集団か、ジュリエット・ワトソン。ブラックウェルアカデミーで最も影響力のある集団の一つ、ボルテックスクラブはレーガン時代の都会派勢力に対するニューウェーブの反抗勢力として1980年代に結成されました。コンピューターオタクや髪を青く染めた若者が世の中から追放され、暴力の対象だった時代といえばわかりやすいでしょうか。当時はイヤリングをした男子学生がいじめられ、馬鹿にされました。今でこそフットボールの選手たちもピアスの一つや二つは当たり前になっていますよね。つまり、ボルテックスクラブはもともといつの時代の若者も経験する周囲の圧力からの現実逃避の場だったのです。社会不適合者で構成されていたクラブは、現在では皮肉なことにエリート主義のカルト集団だと言われる面々で構成されています。このような呼び方はブラックウェルの最大規模の勢力を誇る集団の妬みなのでしょうか。私たちはボルテックスクラブのメンバー、ビクトリア・チェイスにインタビューしようとしましたが、彼女はコメントを拒否し、この記事の掲載をやめるように言いました。ああ、だからジュリエットがビクトリアにインタビュー、ちょっと煽りのインタビューしようと思ったけど、なんだこいつってなって、ジュリエットに、ああ、ビクトリアに断られたんだ。お、写真あんじゃん。この写真、なんだかビクトリアみたい。うん、冷たくて。魂がない感じ。ビクトリアじゃねえの。え、その写真ビクトリアじゃねえの。タブレット。違います、怪しいものじゃありません。見てるだけです。ちょっとマックス、寮に 3D プリンターを置く気。うん、取り巻きに入れてもらおうかな。 3D プリンター買うのはすごいな。アートテックブティック、あなたの未来を想像します。22世紀にジャンプ、手塚 3D デスクトッププリンター、あなたの未来をデザイン&プロデュース。本日の注文で明日にお届け可能です。$3,600、36万。 3D プリンター、あ、やっぱあれなんだ、多分金かけてるけど才能がないからあれなんだ。いい感じに高いアクセをつけられるなら絶対にこれをつける。あ、そっちのセンスあんの。じゃあ要はボルテックスクラブに入れってことね。絶対嫌だ。エンターボルテックスクラブ、まあ入れってことだよな。見てみようぜ。ビクトリアってこんなにレイチェルが嫌いなの。ほんとだ、ビッチって書いてるわ。誰が気にすんの、しりがれ。なんかあったんだな二人の間に。ビクトリアってジェファソン先生を崇拝してる。うん、リコレクション、マーク・ジェファソン。ジェファソン先生のあれか、写真集っていうか、まあ写真集だよな。国際的写真家マーク・ジェファソン、2009年11月5日から12月1日、ビーンヒップカフェにて個展を開催。このチラシをご持参の方は1ドル割引。見てみようぜ。もちろんビクトリアだから高いノートを使ってるよね。いいな、欲しい。さっきの写真じゃない。インスタじゃん。素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。インスタじゃん。
フレンド857、購読者数1126。まあまあ。これだ。ジュリエットに見せるべきメール。テイラー。さっさとプリントして、ここから出よう。ビッチに制裁を。ビクトリア・チェス・トゥ・テイラー・クリステンセン。今落としなかった。テイラー最高の知らせ。たった今、ジュリエットとデーナをはめてやった。ザックの電話にデーナとエロチャットの履歴があったって、ジュリエットに言ってやったの。あの子バカだから私を信じてた。すぐに寮で大喧嘩になると思う。ジュリエットは自業自得でしょ。ザックを寝取るからこうなるの。デーナのことはどうでもいい。高みの見物と行きましょう。ビクトリア・チェイス。テイラー・クリステンセン。テイラー・クリステンセンとさ、デーナ、テイナー・クリステンセン、誰印刷あった、言ってた。印刷。ここで印刷したらバレるでしょ。バカ。ちょっと印刷する場所変えない？どこだっけ？どこ出た今？どっから出た今？どっから出た？あれどっから出た今？あれちょっとあこっちか。あ言ってよ。再生紙じゃないじゃん。地球を大事にして。これでデーナが無実って信じてくれるかな。お資料ゲットした。これなんか書いてんのかな。あやるべきこと。デーナは無実だって証拠を探さなきゃ。ないのかなでもここには。失礼しました。あ、これあれ右で消えないんだ。資料持ってますよマークなんだ。でも俺が入ったってバレるじゃん。でもこいつにメール。ジュリエット、これ。そういうこと？デーナごめん。私がバカだった。本当だよ。信じられない。私がザックに手を出すと思う？分かってる。頭に血が上っちゃって、お詫びにおごるから。友達でいて。急に。洗濯もやってよね。ありがとう。マックスは忍者みたいだね。ザックにビクトリアのこと問い詰めてくる。マックス、ありがとう。助かった。USB は机の上だよ。やば、なんか容器多いな。てか嫌だわ。容器多いなこの量。いや改めて思うけど、もう陽キャじゃもん。ちょっと姉さん、いいっすか自分入っちゃって。失礼します姉さん。姉さん見れないっす。姉さん見たいっす。あ、服あるよ服。チアリーダーの生活ってどんなだろう。いろいろあるんだろうな。普通だろう。デーナはちゃんと母校愛があるんだね。まあなんかいいやつっぽいじゃんデーナは。まあからさまに宝塚行くやつじゃん。これ宝塚行きそうな顔してるもんな。妊娠検査薬？あれって妊娠検査薬。取るって何？取るはやめようぜ。取るは。デーナかなり溜め込んでるみたい。デーナ、さっきは本当にありがとうね。まったくジュリエットも子供みたいなことするんだから呆れちゃう。うん。ビクトリアはジュリエットが、いやビク、どっちだ？どっちだ？ジュリエットかわいそう。騙されたジュリエットがかわいそう。ビクトリアを殺さないといいけど。ビクトリア、ビクトリア。殺されるならザックでしょ。正直、私はあんな男には全く興味ないけど。ま、いかにもビクトリアが好きそうなタイプじゃない？びっくりした。まあ、殺さないといけないけどって見えたわ。ウォーレンはあなたに首ったけだけど。マスコ、お前ウォーレン好きなの？お前、ちょっと。でーな。いい人だよ。趣味も合うし。USB メモリーのファイル見たでしょ？ MAX っていうフォルダーの中にマニアックな映画がこれでもかってぐらい入ってたよ。ああ、なるほど。あれのことね。あれ、赤くなってる。USB は机の上。そんな見てないだろ今。お前そんなに顔見てなかったぜ今。全然顔見てなかったぜ今。読んでて悲しくなるよ。何？でな、俺は文章が下手くそだけど、どうしても書かずにはいられない。君に俺のことを嫌いでいてほしくないから。みんなの前ではバカばかりやって強がってるけど、本当は違うんだ。俺は君にふさわしい男じゃない。俺がどれだけビビりかもう分かってるよな。もし金が必要なら言ってくれ。君に吐くとキスを。ローガン。どういうこと？どういうことこれ？どういうことこれ？どういう文なのこれ？わかんないんだけど。読んでて悲しくなるよ。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。あ、そっち見たんだ。あ、ステッカー見たっけ？
妊娠検査薬取っていいのこれ。だ、怒られるくない？大丈夫？ちょっと、人のもの勝手に見ないで。そうなるよ、そう。そうなるよ、普通。親切なふりして結局詮索。もう帰って。おせえ、ほら、なるもん、ほら、マックス。また余計なことして彼女を傷つけちゃった。戻りまーす。これは戻したらフォローできるかな。これは戻るよ。これは戻るでしょ、普通になって。俺も拾うか拾わないべきだなと思ったもん。デーナ、ちゃんと診察に行ったのかな。何？あ、女性健康センター、不妊治療、妊娠、出産、デーナワード、10月2日。どっちだ？見るだけね。デーナの SNS 画面見ちゃダメだけど。これ見たらあれかな、また見ないでって言われるのかな。じゃあやめよう。愛しい USB、 もう二度と離さないからね。 USB 刺さんじゃん、なんで？デーナ、噂を聞いた？これまた怒られるんじゃないの？デーナ、余計なお世話かもしれないけど、ちょっと噂を聞いたの。うん、何？まさか妊娠のこと？誰も信じてないと思うし、気にすることないよ。ああ、でもいい感じだ。耳に入れときたかっただけ。このアプローチはいけるでしょ。本当にみんな耳ざといんだから。ねえ、誰にも言わない？言わねえよ。当たり前だろ。もちろん。私ね、妊娠してたの。過去形。でえな。そうなんだ。それじゃあ。無責任な父親なら金曜の試合に向けて練習中。でもザックじゃない。じゃあローガンじゃないの？ローガンでしょ。じゃあ誰がって聞く。これでもこれ以上詮索しないとあんだよ。聞くべき。これ聞くべきか。じゃあ誰？ごめん、言わなくていいよ。変なこと聞いちゃう。いい、そのフォローすんならいいよ別に。マックスはいい人だね。 USB は机の上にあるよ。いや結局そのフォローするんかい。結局そのフォローするんだったらいいよ別に。 USB 何これ？中身が全部あるか見ておかなきゃ。あー、確かに。あ、証言かわいい。ウォーレンの隠しフォルダは見なくていいか。後悔しそうだしね。フラッシュドライブ、おかしな科学宿題、ウォーレン・グラハムの秘蔵映画ライブラリー、再婚セリフ番組集、ミュージック、いろいろダウンロードしたやつ、パーティーバスター見せられないやつ、マックス。じゃあ、帰りますね、デナさん。ありがとうございました。なんか、どっと疲れちゃった。休みな。あれ？終わり？これであれかな？あ、駐車場に行ってウォーレンに会いに行こうか。オッケーオッケー。もうどうしよっかな。ん？何？ウォーレン？メール打ってる分だけ遅くなる。今行くってば。後で。そう、短い文をさ、LINE するのだりんだけど。ここ超えたらあれかな？セーブ終わる。セーブなんか新しく場面変わるから。なんか起こるかな？あ、来た。あ、なんか。でも平和が訪れてるね。何？ダメだ、巻き戻そう。あ、これ一体何すんの？回すんの？危ないよ。そこどいて。別にいいけど。危な。やっとちゃんと人助けができた。うん、こういうのがしたかったんだ。これっすか、その大事なの。ビクトリア。さっきはありがとう。でもこれって友達ってわけじゃないわよ。ビクトリア。なんで俺のメアド知ってんの？なんで俺のメアド知ってんの？ねえ、ビクトリア。どっから拾ってきた？グループラインか、おい。クラスのグループラインか、お前、おい。どうなんだろうな。なんか、ちょっとあれだよね。ビクトリアとの距離が縮まる一方で、やっぱ、ビクトリアをこっちがさ、さっきみたいにチクったわけじゃん。マックス、おかげで助かったよ。ありがとね。まあなんかね、怪しい気がしたからね。反射神経いいね。危なかったね。これだから、脳筋男は。ボルテックスクラブのメンバーにはこんなことしないくせに。くだらないクラブだよ。たまたまだけどな、今の。今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなきゃ。
外で読むの好きなのお前。家中で読まないどうせなら。これ話終わろうかな、じゃあ。最低な男じゃなかったら同情したかもしれない。ジュリエットかわいそう。え、話すの怖えーでもこいつ。あっち行ってろよ。インタビューはお断りだ。あ、よかったよかった。危ない危ない。どうしようか。とりあえずじゃあ今回時間もいい感じだからこれぐらい一旦終わろうかな。じゃあ、あざした。ここ1ヶ月ぐらいケイトが笑ってるとこ見てない気がする。優しくていい子なのに他の子みたいにパーティーで遊んだりしないからからかわれてるみたい。高校生に回っていじめとか本当にくだらないよ。ケイトはしょっちゅうかわいそうな目に遭ってる。宗教系のサークルに入ってるのは知ってるけど、お説教されたことなんてないし、私は別に気にしてないけどな。ここ何週間かは特に塞ぎ込んでるみたいで、なんだか抜け殻みたい。なんとかしてあげたいけど、私も自分のことでいっぱいいっぱいで、やっぱりいじめのせいで落ち込んでるのかな。無理もないよね。もっとケイトに声をかけるようにしなきゃ。お茶か映画にでも誘ってみようかな。ケイトの家ではきっと中学生以下 NG の映画なんかも見ちゃいけないんだろうな。